今週末は強い寒気が南下してきそうですね。そうですね、まあ、それに伴って特に東北北部北海道、こちらはまあ雪の量が増したり、あとは吹雪といった状況になりそうです。はい、はい、ではまず気圧配置から見ていきたいと思いますけども、こちらが20日金曜日午前9時の予想天気図です。こちら日本海にある低気圧ですけども、これがだんだん東の方に進んでいく形となるんですね。しかも発達しているような状況となります。で、こちらが21日土曜日の午前9時なんですけども、これに伴って東北北部北海道は、まあ、強い冬型になるというふうに見ておいてください。で、上空の寒気の様子も見ていきたいと思いますが、こちらの方、21日土曜日午前9時の寒気の予想、上空1500メートル付近の気温なんですが、と色の少し白っぽいところはマイナス15度以下で、また紫のところはマイナス18度以下になります。これを見ると東北北部はマイナス15度からマイナス18度、また北海道はマイナス18度以下の強い寒気に覆われるといった状況とどうもなりそうですね。はい、ということで、強い冬型、また寒気も入ってくるということもありますから、雪の方がしっかりと降るといった流れとなりそうです。天気の流れを20日の15時から見ていきましょうか。最初はまだ低気圧の見方、暖かい空気も入ったりするので雨寄りのところもあるんですね。で、ただ時間が進むに従って寒気がしっかりと入ってくると、その後はずっと特に日本海側を中心に21日土曜日をいっぱい雨、雪の方が降りついてしまうといった流れとなりそうです。はい、ですので雪の量もまとまるということも一つあるんですけども、こちら等圧線の間隔がだいぶ狭くなっているということもあるので風が強いです。こちら21日午前9時の風の予想になるんですが、沿岸部では平均的に10から15メートルの風、まあ、瞬間的には20メートルを超えるところもありそう、場所によっては平均で15メートル以上の強風が吹き続いてしまうということもありますから、吹雪の方、視程の悪化には十分注意といった状況となりそうです。はい、最新の気象情報についてはアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。